で、大久保チャンネルです。今日はですね、斎、藤正樹さんの話をもう一度してみたいな。斎藤さんが実はこの後、斎藤さんと対談をするんですよ。ついに斎藤さんって変わってんのよ、そうなんですね。あのね、楽天の二軍監督の時も斎藤さん一軍のコーチだったのかな、ジャイアンツのサイドスローに変えたいピッチャーがいたのね、ファームの子で、斎藤さんなんか最高じゃない、めっちゃ上から投げた人がここまで下げるわけだから、まあ、もちろんチームメイトだし、そんなに嫌われている、嫌われてたらやんないじゃん、この対談も。ぶっちゃけるからね、この対談だって。そうなんですか。嫌い、俺も嫌いなやつ呼ぼうと思わないし、嫌いでも例えばみんなに見てほしいからって呼びたくても来ないよ、やっぱお互い嫌ってるやつは。斎藤さんに電話したの、まず出ないから、まず 100% 出ないから、1回で。そうなんですか。で、折り返しは過去、斎藤さんと俺24の時から会ってんだから30年付き合ってんだよ、もう、いいですか、0歳の子が30歳になってんだよ。そうですね、かなり長い時間ですね。1回も折り返しないから徹底されてる。それで、まあ、プロ野球ニュースに戻ってこられて、もう3年目かな、斎藤さんとまたやりだして、入ってくる時も斎藤さんってなんか、なんて説明していいんだろう、あのね、おはようございますって入ってくるんだけど、でみんなディレクター絶対俺たちより若いからね、みんな、斎藤さん俺より2つ上だから、56か7じゃん。ディレクターでも初めて会ったら一瞬敬語になるケースもあるじゃない、で斎藤さんはほとんどの人に敬語なの、おはようございますって来て、斎藤さんお弁当あちらの、自分でやりますみたいななんだけど、突然タメ口に変わったりするわけ。自分でやります、 ありがとうございますとかやってんだけど、なんか突然変わる時あるのよ。例えば、カップラーメン食べたいんだけどあったみたいな、こう分かる、今までずっと敬語なんだよ、ボールペンあるみたいなさ、どこで線引きしてんだろうって、プロ野球ニュースの裏の話をすると、試合中テレビ見てんじゃん、みんなせんべいとかさ飴とか置いてくれてて、ロッカードあってもちょっと話が脱線したりするわけよ、最近ゴルフ行ってますとか、ぶっちゃけ出てきちゃうの、結構喋ったりしてんのよ。で俺なんかは人を見てしまうタイプだから、平松さんは通常解説者の人が見て、MC がここに、席がまた別のとこにあって、 MC 席のそのテレビ見る場所がで、そこにこうやってこう女子アナがいるわけ、でこっちに6人ぐらい座れる席があって、そこでディレクターと解説者がこうテレビをこうロッカーで見て、俺はちょっと斜めから見てんの。平松さんだけはなぜか集中したいみたいで、ディレクターの席に行って、ちっちゃいカメラで見るの、で平松さんが用意しとくと喜ぶのは、ジャコがなんか甘味つけたなんか甘露煮みたいのとピーナッツと混ざったやつを渡しとくと、平松さんはご機嫌っていう。大家さんもほとんどきちっともご飯を食べられて、全て用意をされて見るの、でも意外にお話をしてくれんの。斎藤さんは一言も喋んないから、自ら発しない、もう斎藤さんぐらいじゃない、黙って試合見てスコアつけて斎藤ですって感じ。いや本当なんだって。だからそのカップラーメンありますけど斎藤さんどうしますかって言って、今日はいりませんとかさ、もうそこまでは喋んだよ、最初はゴルフとか行ってます、行ってないとかって、試合始まったらその会話もできるからさ、でディレクターがところどころやっぱりこう VTR をどんどん編集してってんのね、あれもう試合がもう会ごとにどんどん編集してるみたいな、編集マンの人が、でディレクターと斎藤さんが欲しいところをこうちょっと厚めに40秒つないだりするみたいなんだけど、その時の会話の時は斎藤さん、ディレクターがこれ正樹さんって呼ばれてんのよ、あれもピンとこないんだ、俺斎藤さんなのよ、で斎藤明夫さんは明夫さんなの、だけど色分けするのに、まさきさんって呼ぶわけ、で明夫さんを明夫さんっていう言い方になってんの、で去年でもその山田幸美ちゃんとかがやってる時はもうベテランのもう本当の超一流のプロだから、まさきさんっていうのは本当に斎藤まさきさんに振ってるまさきさんっていう呼び方なんだけど、例えば神スイングいいんじゃん、アミちゃんが神スイングがいると
まさきさんって言うとお前パパかみたいな、また斉藤さんも何とかってまさきさん何怒られますで、まあ、そういう感じなんだけど、はい、あのディレクターが話をするときは斉藤さんは、はい、いいんじゃないですかとかあれ打ち合わせになってんのかなみたいな、はい、ここは仕方ないですよねとかって全部ディレクターの話に乗ってあげる人なの。俺ね、ディレクター的には斉藤さんの意見も欲しいんだと思うな。そうですよね。でも、たまに助け舟出して、はい、斉藤さんあれじゃないですかって、あの場面ってピッチャーあれ、ボールでもよかったんじゃないですかね。それもありだよねって終わるわけが違う。これが、基本的な斉藤さんだってちょっと頭入れてくれる、はい、それで、はい、現役の時に戻ると、はい、食事に行くのが名古屋に必ず移動日は名古屋のその次の日投げる人はそこから外れていくの、先発はね、行かないんだけど、はい、基本的には宮本さん、牧原さん、はい、この同級生コンビに斉藤さん、水野さん、高田さんで俺がついてくるわけ。まず野手とピッチャーの違いなのか、まあ、原さんと行くじゃない、お好みみっちゃんなんつってさ、はい、3連戦目広島であると今新橋にも出してんだけど、みっちゃんで必ず野手の腹一派と言われる、まあ、全員腹一派なんだけど、はい、そこで食べると、はい、原さんがじゃあみっちゃん僕はビールもらおうかなって言うと、皆さんビールお願いしますって絶対なんの野手は、はいはい、そこでハイボールって人は一人もいないの。その中間行くともう笑うのは、はい、牧さんと宮本さんは必ずビール飲むのね、はい、まあ、水野さんも斉藤さんはいきなり清六って呼ばれてんのみんなから、はい、あだ名が斉藤清六さんから来てんだって。清六って言われると清六お前何すんのって宮本さんが聞くと紹興酒お願いします。お違うの頼んだぞさすが斉藤さん4番紹興酒斉藤って呼んでた時期があるの大好きみたいで初めて俺がその斉藤さん巨人にトレード行った時、斉藤さんと初めてバッテリーになったの途中から行ったので、あこれがあの斉藤かと思うわけじゃん。もう楽なの受けてて、あれこの球どこ投げても打てないだろうって思って受けてるわけ。ところがインコース のシンカーがあったの。これがシンカーなんだけど、3本の右バッターにシンカー出すと首振るわけん、まあ、最初は俺もやるから次カーブにこう変えたりして投げてくんだけど、また出すと首振るの。俺その時あれ斉藤さんって言ってこ今その時その年あんま勝ててなかったから、はい、弱気だなと思って、はい、で俺斉藤さんにお願いしに行ったのマウンドにタイムかけて試合中だよ。斉藤さんにとってはたった1試合かもしれませんと、でも俺にとっては最後の1試合になるかも分かんないんで攻めてもらっていいですかと。そこは斉藤さん覚えてないの、俺がそのお願いをしたのは。斉藤さんも絶対覚えてると思うんだけど、はい、まあ、逃げて打たれるのも攻めて打たれるのは僕は一緒だと思うんで、攻めてもらえませんかって。分かったよ、お前の言う通り投げるよって言ってくれて、はい、うん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 みたいな感じすごい今斉藤さんの声ですいいよみたいになって、はい、バンバン放り出したの。俺も調子に乗って右バッターのインコース来たら全部進化みたいな。うわ、だから試合後に他の人から聞いたの、あれお前斉藤にシュートか進化言ってたのって右に行って、あ言ってましたっつって、今まで投げてねえんだよって言われて斉藤さんも言ってくれないよね本当ですね左バッターの外に進化っていうその勝負球があったんだって。それだって普通言うじゃん、俺はそれ投げないよって言って投げてないよって言えばいいのに言わない、うんいいよって言うから、すごいですねで、はい、やっぱ優しいのよ。それは昔はすごかったよね、今は禁煙の時代だけど、広島市民球場はホームランとか勝ち投手にキャビンマイルドがその商品に入ってたの。例えばトマトジュースとかって出るわけじゃん、はい、そういうのは球場に送られてきて裏方さんにみんなあげるんだけど、キャビンマイルド吸ってんのが俺と斉藤さんしかいなかったの。あ通過灯ぐらいくれたんじゃないかな。でも斉藤さんはタバコやめちゃったんだけど、はい、俺が言ったことなんだよ勝ってそれも試合途中に言ったの、はい、斉藤さんこのまま勝ったらキャビンマイルド入るじゃないですかって、僕まだ一軍来たてで月のお小遣い2万円は変わってないんでいただいていいですかと、いいよとか言ってくれてこれがその3連戦で、はい、ホームラン打って斉藤さんが投げて勝ってくれると、はい、帰りあのサムソナイトあんじゃん、はい、あれに並べられるっていうさ、2本か3本ホームラン打つとくれんのよ、ね、斉藤さんもその時はそれキャビンマイルドなんだからですよ、ね、俺と斉藤さんしかいなかったの、いいよってくれんので、
また斉藤さんとかと、はい、当時もつ鍋博多っていうのは広島にあって、そこも行くと通常会話っていうのは人と話すじゃん、こう会話じゃん、会って話すんでしょ、はい、斉藤さんは話には乗ってこないえ、ということは聞きやかったことですか？聞いてない聞いてないのよ。そんなことないよって、この間もプロ野球ニュースの時も、はい、そういう話斉藤さんにしたの、はい、試合中してあんまり話さないから、はい、斉藤さんいつも僕らの話聞いてくれてないですもんね。そんなことないよって言うんだけど、満場一致で聞いてないのはもう宮本さんも牧さんも知ってるから、それは正六はもう無理だぞっていう。野球の話の試合前も、まあ、開幕戦の時だったけど、もう本当タオルをかぶってさ、まあ、開幕戦じゃなくてももうタオルかぶってもう投げる寸前までもうサイン決めれないの、斉藤さんの時は。ずっとこう投げるまでブルペン行って帰って着替えているのにもうかぶってる。で練習上がってきてもタオルかぶってもずっとこうやってるから、サインをいつ決めんですかって、はい、でブルペン受けに行くじゃん。俺もシートノックあってブルペンドームでこう受け行って、はい、その時に去り際にいつもと一緒ですって言っても聞いてないの聞いてないのよ、はい、だから本当にマウンド流れる寸前にささ今日も一緒にお願いしますっつってちょっとね、もうそういう人だね斉藤さんは。だから楽しみだな今日のそのこの後の対談もさ。で解説の時に思ったのはだよ、やっぱり年齢が重なって、まあ一度や、ね、斉藤さんがユニフォーム抜いた時も俺プロ野球ニュース俺やってたんだけど、もともとね。で今回また一緒になったら本番中がすごい楽しい斉藤さんに変わってきてんの。しっかりとした理論はもちろん持って、あラップ監督までやった人なの、やってるから2軍で、はい、ああ勉強なんなと思うんだけど、突然これは打たれてもしょうがないよねとか言い出す斉藤さんも出てきてんのよ、はい、二重人格だと思う今日はそこをね、はい、俺の中でこう二重人格の斉藤さんを聞いてみたい、まあ、そのざまを出してみたいなっていうのが楽しみなの、はい、まあ面白いから。斉藤さんって 6-0 ぐらいで勝って8回とか行くともう全然やる気がなくなるの。それも斉藤さんに何回も言ってんだけど、はい、そんなことないよって言うんだけど、はい、絶対俺キャッチャーですよって。それもマウンドで東京ドームで頼み行ったことあるの。俺その時4打数ノーヒットだったの、はい、でも完封賞って5万円入んのよ、キャッチャーに完封させた賞金が、キャッチャーに。その時は斉藤さんのとこ頼み行って、はい、どうしたの、辛そうだ 6-0 ぐらいで行ってんだからマウンド、はい、どうしたの、斉藤さん真剣にやってもらっていいですかって。やってるよ、いややってないでしょって。斉藤さんにとってはもう勝てばいいんでしょうけど、俺5万円が欲しいんだとお小遣いとお願いとか小遣いとかじゃないよ、もう生活費だもん、うん、いいよって投げてるけどちゃんと言ったら、まあ、今まで通りだけどやるよってブワー簡単に完封して一回どっかだったんだ、甲子園かドームだったな、バーカーンと打たれて、斉藤さんって打たれてもキャッチャーこう見ないのね、牧さんはカーンと打たれて俺見んの、牧さん俺じゃない、だから俺さっきスライダーって言ったら自分でまっすぐ追ったんでしょみたいな感じなんだけど、斉藤さんはまず見ないの、打たれてもああ打球をってこうしたらでやってんだけど、一回だけバーンとカーンと俺もやー打たれた入ったと思ったら、最初もこうなったんだもん、こう一瞬ピュッと見てこうで目と目があったの、はい、ただ初めて見たのあの時俺は、普通ホームランなんなかったの、普通にアウトだったの、センターぐらいかなんかあったの、あの一回だけ最初さん俺を見たの、打たれてもキャッチャーを見ない、キャッチャーをすぐ見るのは牧原さんということで、それぞれ以上は今日はこれで締めさせていただきます。楽しみにしております。ぜひ、はい、ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。